はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、5月19日金曜日、明日の更新予想をやっていきたいと思います、えー。おなじみ前日予想なんですけれども、やっぱりね、明日の注目といえば、まず一つ目、マクシン限定ですよね。まあ、限定更新がありまして、明日でニューウェーブ第1弾、第2弾が排出終了となりまして、その代わりに、 新しい限定が来るということで、ここが何が来るのかというね、ところは、やっぱり皆さんいろいろね、予想されてるんじゃないかなと思います。まあ、僕もね、ちょっと予想してみようかなと思います。で、あともう一つ、まあ、J リーグ30周年キャンペーンがありまして、まあ、実質ね、まあ、えー、5月15日に J リーグの日ということで、まあ、ベスト1 1が発表されたりとかなんか、各部もね、いろいろ青図があってたりとかしましたけれども、 じゃあ、J クラーね、今、キャンペーン来てますけれども、それの、ま、続報なんか来ないのかな、とか、そういうところも気にしてる方いるんじゃないかなと思います。で、あと3つ目。ま、あこれ、ライ n e の話なんですけれども、一応ね、J リーグ30周年記念とか打つぐらいだから、ま、ワンチャンパネストあんじゃねとかね。ま、あそういうところについてもね、ちょっとお話しできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ5月19日金曜日の更新予想をやっていきたいと思いますが、えー、更新ポイントをまず見ていきましょう。こちらです。 はい、えー、5月19日金曜日の更新ポイントとしては、1、新限定何が来るのか、2、ラインイベント何が来るのか、3、J リーグ30周年キャンペーン続報についてということでね。はい、この3つについて、えー、段取り組んでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、それぞれね、やっぱ気になる人いると思うんでね、ぜひ気になるところだけでも見ていってください。では、早速1の方から参りましょう。じゃあ、まずこちらですね。 はい。えー、新限定についてなんですが、まあ、次でね、23シーズン限定4つ目になりますね。まあ、ニューウェーブ第1弾第2弾と来て、えー、キャプテンが来ましたと。で、次4つ目なんですよね。はい。まあ、4つ目になると、やっぱりそろそろあれのことをね、ここまでま、実質黄色限定3つですよね。あのー、黄色限定というのはま、後半限定のことで、まあ、ポジションとか、ま、あそういうなんかフォーカス系以外とかね。 大体そういった限定に。まあ、フォーカスかフォーカスじゃないかで、だいたい部類されると思うんですけど、フォーカスじゃない限定が今、3つね、続いてるっていう状態ですね。はい。まあ、そろそろあれ来るんじゃねっていうね。まあ、あれって言っちゃいましたけどね。<laughs> あれですよね。うん、あれが来るんじゃないかというところで、ちょっと気になってる方がいるんじゃないかなと思います。まあ、ただですよ。まあ、シーズン前半といえば、やっぱ、ポジション限定がやっぱ多いんですよね、どうしてもね。 はい。まあ、あ例えば、プレメだったりとか、ストライカーとか、ガーディアンとか、スナイパーとか、ライトニングエッジとか、まだまだ全然出てない限定いっぱいあります。大体なんか前半ってここら辺のイメージが、ま、あね、J クラー長年やってると強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今年はその中でもニューウェーブ第1弾第2弾をね、正直去年で言ったら日本代表第1弾第2弾のとこなんで、そんなにま、枠も関係ないというところで、まあ、こういった限定があとね、控えてるって思うところもあるんですけれども、なので、まあ、先にね、ま、あ黄色限定もう一つぐらい消化しておいて、ま、あそこからプレ、あ えとフォーカスドプレイヤーとかでもおかしくはないと思うんですよね。はい。だからいろんな、まあ一応、なんていうかな、タイミング的にはまあ結構いろんなね、えー、ものが来る可能性というのはまだまだ秘めてるんですけれども、まあこれなぜかというとね、フォーカスドプレイヤー第1弾が始まってないんで、まあフォーカスドプレイヤーって大体例えば第1弾が出たら、第1弾終わって第2弾が出るというこのループに入っていくので、ある程度ね、 なので、まあ予想が立てやすくはなるんですけれども、この開始前っていうのがね、やっぱ一番、どこから始まるかが正直わからないというところもあるので、まあいろいろ考えようはあると思います。なので結構予想とか普段ね、まあいろいろ気にしてる人とかも結構意見割れるんじゃないかなと思いますね、このタイミングね。はい。で、まあ実質ね、今回の限定がね、さっき言った通り4つ目になるわけなんですけれども、まあいろいろやっぱり逆算とかしていって、まあね、あとどれだけ限定が出せるかなとか、 そういうのを考えていったときに、まあ年内とかね、特に年内とかでどれぐらい出せるかなって考えたときに、まあ一応フォーカスドプレイヤーの話で絞って言うんだったらうん、せめて来月ぐらいには始めないと年内に終わらないんですよね、多分ね。まあフォーカスドプレイヤーの数減らしたりとかする可能性ありますけれども、まあ基本的にはまあ去年と一緒ぐらいとなると、まあそもそも来月ぐらい、まあ去年で言ったらね、1ヶ月ちなみに今年より交渉遅かったので、去年で出たのは、 えー、6月の中旬だったかなが一発目だったんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、今5月の中旬なんで、まあまだ1ヶ月猶予があるんですが、まあここが、まあ、猶予として見るのか、まあ1ヶ月早まってるから1ヶ月早く出るだろうと見るのかは、ちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ結局ね、まあいろいろ考えた結果ですね、まあ僕の予想としては、まあ5月19日からの新限定はフォーカスドプレイヤー第1弾と予想しておきたいなと思います。 まあその1ヶ月早まってるっていう感じもありますし、まあね、そろそろフォーカスドプレイヤー出した方がいいんじゃないかなっていう、まあね、えー、ところに差し掛かってるかなと思うので、まああと1ヶ月一応 U はあります。6月から始めても多分間に合うと思うんですけどね、去年のスケジュール通りとか行けばね。はい。ただもうそろそろ、まあ、 出したいんじゃないかなと思うので <laughs> てかね。まあその出したいというよりもその黄色限定はいいんですよ。別にニューウェーブ第1弾、第2弾って来ててキャプテンって来てて。まあポジション限定とかじゃないのでそんな偏りとかはないんですけど、ただそのまあ例えばその6月中旬からするってなったら5月上旬と。まあ5月の下旬もあるわけじゃないですか？そしたらね、結構ポジションポジションでか。まあ偏ってくるんですよね。まあ、当然。 まあ、そのね、うまく、まあ、例えばガーディアントストライカーとか出せばいいんですけど、まあ、そうはいかないと思うんで、まあ、そろそろフォーカスドプレイヤーとかでね、ちょっとね、そこの後ろのこととかも、偏りとかも考えて、まあ、一旦出していくんじゃないかなっていうのは、ちょっと予想したいかなと思います。で、えー、まあ、ここは正直何が出てもおかしくないです、明日ね。まあ、ただね、結構個人的には明日来る限定というのは、すごくいい限定来るんじゃないかなと思ってます。いや結構期待してます。<laughs> 結構質はいいんじゃないかなと思ってます、正直ね。 はい。まあ、僕はそこはま、太鼓判押していいんじゃないかな。そろそろなんかスイッチ入るような限定が多分来ると思うんで、まあ、それが明日になってもおかしくないと個人的には思うので、まあ、個人的にはちょっと期待していいんじゃないかなと思いますね。まあ、何が来るかっていうのはちょっとね、定かではないですが、まあ、一応僕はフォーカスドプレイヤー第1弾として明日の更新ね、待ちたいなと思います。まあ、皆さんもね、いろいろ予想して、え、計画立ててみてください。ということで、え、新限定予想についてはフォーカスドプレイヤー第1弾ということで、え、予想させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。じゃあ続きましてなんですが、ここからはライベントについてのお話をちょっとね、させていただこうかなと思います。えー、最近の、まあ、直近のライベント振り返ってみますと、前回のライベントはエンブレムゲッターですね。ゴールデンエンブレムゲッターでしたね。はい。で、その前はね、厚さポだったんですね。はい。 でその前がトロフィーランブルということで、結構バラついて安定してきてるというところですね。ただ、ライベというのは、まあ他にもね、種類が当然ありまして、まあここに載ってないライベがね、2つほどあるんじゃないかなというところで、まあそこのライベがやっぱりね、ちょっと予想しやすくはなってくるんですけれども、まあちなみにですよ、ちなみに、まあ次の、えー、ライベ報酬ね、ちなみに次のライベ報酬なんですけれども、 えー、2、3月度月間ベストゴール受賞選手なんですよ。ということは、まあ、ベストゴールの受賞選手がね、えー、まあ、えー、あのー、<laughs> 報酬になってるということで、 はい。まあ、こうなると、まあ、ベストゴールといえば結構、マスメディアのイメージがね、強いんじゃないかなというところがあるんですよね。マスメディアって結構、うん、ベストゴールの時によく来てて、まあ、別に絶対ベストゴールってわけじゃないんでしょうけど、まあ結構なんか、そういうイメージがね、ついてるんじゃないかなと思います。で、さっきね、振り返ったところにも入ってないので、ちょっと期間もね、結構あ、まあ、空いてますよね。うん、だいぶ空いてるので、まあ、そろそろかなというところもあると思います。で、えー、通常だとね、まあ、この予想で僕もバンって出すんですけれども、ただ、やっぱり、 やっぱりね、まあ、普通ならこれで OK なんですけれども、ただ J リーグ30周年なんですよね、今ね。キャンペーン中なんですよ。キャンペーン、まあ J リーグ30周年お祝いしようよって思ったら、マ、まあ、スメディアよりも、パネストじゃないのかなっていうね。はい、こういう考え方も当然出てくるわけですよね。まあ、これは期待を込めて。まあ、やっぱりね、あの、J クラのラインペといえば、パネストが一番やっぱ優秀ですからね。 はい。やっぱこれを待ってる人もね、いるんじゃないかなと思います。でちなみに、まあ年末年始ね、開催がありましたけど、まあそこからも十分空いてるので、まあ半年ぐらいね、もう空くことになると思うんですが、まあ十分も期間も空いてるだろうと、まあそろそろ、まあ J リーグ30周年だし、やってもいいんじゃないかという考えがね、はい、あってもいいと思います。はい。まあこれぐらい夢持っていいんじゃないかなと思います。はい。で、結局なんですけど、まあその、まあね、さっき、まあ、ライブでね、えー、振り返っていきましたけど、まあ当然ね、あの中のイベントが来る可能性も十分にあります。はい。 まあただ、そろそろ、まあね、えー、まあ、年前だし、まあ、なんかね、一発かましておきたいんじゃないかなと。まあ、年はね、多分、トロランとかだと思うんですよ。だから、トロランはなさそうなんですよね。で、ただ、厚さポも前回来たのでないと。たあ、厚さポじゃない。エンブレムは前回来たんで、多分ないだろうと。さすがに2連続はね。うん。ってなると、厚さぽぐらいかなと思うんですよね。あの中で対象になってくるので。厚さポも、まあ、ないとは言えないんですけど、 うん、まあ、ないとは言えないね。<laughs> ないとは言えないです。はい。ないとは言えないんで、まあ、そこも一応候補に入ってくるかなと思って、実質、まあ、僕の中で3択なんですよね。まあ、暑さぽか、えー、マスメディアか、パネスとかの3択なんですけど、うん、まあ、暑さぽはね、まあ、まあ、来てもおかしくないですけど、うん、そろそろね、一平君とかもちょっと合いあの、時期空いてますしね、なんか暑さぽからの一平君とかも全然ありそうなんですけど、 まあ結局ね、この中から一つに絞らないといけないわけですよ。まあ夢見てパネして予想するのかゲ、まあなんか一番ありそうなマスメディア言っとくのか、まあ暑さぽ、まあその、こ、その次のイベントの一ペ食い読みまで入れて暑さぽで行くのかっていうね。はい。いろんなまあ予想の立て方あるんで、まあ実質これ三択だと僕思ってるんですけど、まあこの中でもまあ結果ね、一つにやっぱ予想っていうのは絞らないといけないんで、まあ絞らせていただきますと、 まあ明日からのライブ要素はマスメディアにしとこうかなと思います。ちょっと当てに行きました。はい。まあ多分そろそろ来るんじゃないかなと思いますね。まあ周年がね、まあ、まあ次翌月とかなったら周年手前になるので、まあ翌月のね、マスメディアとかも全然あり得るんですけど、まあ結構昨年もこれぐらいの時期来てたと思うんで、まあどっちか、まあたし多分今月来なかったら来月来るだろうし、 ま、今月来る可能性も全然あると思うんですけど、ま、あいずれにしろ近、ま、直近には来ると思うんで、ま、一旦ここでちょっと予想出しとこうかなと思います。ま、個人的には、ま、なんでもいいんですけどね。ま、これってあれですけど、ま、パネストが一番いいですけど、当然ね。ま、パネスト来たら嬉しいですけど。ま、でもないとは言えないと思うんでね、明日ね。ま、あ一応予想はマスメディアにしときますが、マスメディアと言いつつも、ちょっとパネストも頭の中に僕はちらつかせて、え、明日更新ね、見てみようと思います。ま、皆さんも明日夢見てもいいんじゃないですかね。はい。ま、ああの、更新来る前はね、 あの、何が来るか分かんないですから。はい。想像なんていっぱいできますからね。はい。あの、テンション上げていきましょう。<laughs> 明日パレストが来ると思っていいと思います。はいで。もし来なかったら来なかったんでね、もう切り替えていけばいいんでね。はい。夢は、あの、予想なんでね、しっかりと夢は見ときましょうということで、まあ、そんなこと言いつつも僕はね、マスメディアでちょっと現実見に行きたいなと思います。はい。ということで、この予想にさせていただきます。 はい。では次3つ目なんですが、まあ J リーグ30周年キャンペーン続報が何かあるかっていうと、まあ一応ね皆さん忘れてるかもしれないんですけど、明日から第2週目の無料11連ガチャがまずきますね。はい。で、まあ明日そうですね、ライベが何か来ると思うんですが、まあ多分ないと思うんですけど、コインが始まるかどうかですね。始まるんだったら多分、キャンペーン頭から来てるんだろうなと思いつつ、まあもしかしたらこのタイミングとかから始める可能性もないとは言えないんで、まあ前例がないイコールないではないんでね。 はいまあ、ただコインは入れてほしいなというところで、まあ、一応コインが来るかどうかはちょっと見ておきたいなと思います。まあ、ここでコインが来ないと多分終年まで来ないと思うんで、ちょっと退屈なんでね。はいまあ、ちょうど期間も空くんで、まあ、明日からとかでもおかしくないのかなと思いました。であとはまあ抽選会系とか、まあ、そういったなんか続報イベントとかもまあ追加で何か来る可能性があると思います。まあ、ガチャ券配布とかかもしれないですけどね。まあ、何かしら、はい、来てもおかしくないと思うんで、えー、まあね、こういったところに期待しておきたいかなと思います。 ま、どうすかね当日になんか来ると思ったんすけどね、5月15日。あの、来なかったっすね。変なガチャ来ましたね。はい。<laughs> 変なガチャ来ましたけどね。はい。まあ、ガチャ評価、あのー、昨日。あ、昨日じゃ、あ、じゃあ、あれいつやっけあれ昨日だったっけあれあれガチャ動画っていつ来たっけ <laughs> ?14 です、あ、10、16でしたっけあ、16か。あ、違う違う、15だね、15。15に来たんで、 当日ですよね。はい。変なガチャ来ましたけど。まあ、あれはちょっとさすがに変なガチャすぎてね。ちょっと僕も解説させ,させていただいたんですけど。まあ、ぜひね。あのガチャ引くかどうか迷ってる人は、あの動画絶対見てほしいなと思います。あの、引く気なくなると思うんでね。はい。ということで、えー、まあね、30周年記念は、まあ何かしらイベント続行多分来るんじゃないかなと思うんですけど、まあ、明日結構大きな更新になりそうなんでね。こういうところも絡めて、まあ、大きな更新になるんじゃないかなと思います。まあ、何が来るかわかりませんけど、まあ何か来ると思って待っておきましょう。 で、あと一応ね、あのー、まあ、明日の更新前までにやっとくこととしたら、えー、っと、まあ、キャンプが当然終わるのと、あとはま、あ当然ね、フラッグ集めも終わるので、ある程度集めとかないといけないのと、あとはね、あの、マウンザマッチの投票も一応、更新あの、イベント更新あ、イベントじゃない、あの、 更新前までになってるので、えー、そこはしっかりとね、投票しておきましょう。まあ、ぜひね、出てほしい選手をしっかりと名前書いて入れましょう。名前書いてたら名前選択してね、入れましょう。ということで、えー、前日のね、5月18日にはなりますがね、本日ね。はい、5月19日の、えー、明日の更,の更新の予想をさせていただきました。まあ、皆さんもね、いろいろ予想あると思うんですけど、ぜひね、なんか予想してみてください。はい。ということで、えー、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これに失礼します。バイバイ。